そんな前あと2曲になるんですが、続けて2曲お送りしたいと思います。1曲目パパへという1曲です。これは私が本当に活動当初からすごく大事に歌ってて、いろんなところで使っていただいたりとかしてた曲なんですが、友達のお父さんが亡くなった時、その友達を励ますためにもともと送った1曲でした。でもその中でこう身近な人に感謝の気持ちとか、ありがとう、ごめんなさい、愛してますとか、そういう言葉もなんですけど、そういうのを伝えていくきっかけって本当少ないなと思いながら、でもそういう言葉って時にすごくパワーになる、それを私が実感しながら、きっと皆さんも普段の生活の中で実感することはあるかと思うんですけど、そんな中で人と人とのつながりを大事にしたいという思いを込めて最近はお届けしています。ぜひ大事な人を思いながら聞いていただけたら嬉しいです。お送りしたいと思います。バイバイ。私が生まれた日はどんな日だった？私はね、パパの娘に生まれて幸せだったよ。いくつになっても子供は子供なんてまだ心配してるんでしょう。大丈夫だよ、守りたいもの、私を見つけられた。ありがとうパパ、素直になれなくてこれまで感謝を。元気勝手電話も懐かしい。大切なものは見失いがちだけど、パパがくれた惜しみない愛、与えられるような人に私もなっていきたい。ありがとう私が笑えるならそれが幸せと抱きしめてくれたぬくもりが今日も涙を拭うから。乗り越えられない痛みにもいつか受け止められる日が来ればそれでいい。そう教えてくれたのはあなただから。ありがとうパパ、あなたの行く場所へもきっと幸せの光差し込むように今この歌を
私が生まれた日はどんな日だった？私はね、パパの娘に生まれて幸せだ。